ごまかしかけた。ごまかしかけちまうとは。もう本当遠いよ。1.5 でこれ頼んじゃってシェアでいいんじゃないですか。 1.5 いったんですか。 1位しました。一応そう1位、そう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 、今回の曲だ。次に時間をスタート初動ミスるとやばいですね。そうい や, いや、もんじゃ焼きってどこも同じじゃないですか。同じだと思ってたんですよ。こうやって1日に何軒食べ比べれば違いが出るんじゃないかって。あ、今日はもんじゃ焼きに向き合う回です。あ、なるほど。向き合えるかな、自信ねえな。すごいですよ、平日の5時でもうほぼほぼじゃないですか。すめっちゃいい匂い。あ、エビの匂いがいいですね。あ、ある程度キャベツがしんなりして最後の方にしましょう。飲む。復活したよ。そう。研究者に運ばれる寸前に。
はい、そうそう。センズみたいな。今持っただけですかそれ。持っただけですけど。食ってる風出しましたよね今。食わせた。え？もう行きましょう。ああもういい。男ですね。いいじゃないですか。メイラード反応ですね。いい。この映画いいですね。もんじゃは。ちょっとやっぱパリパリ食べてる。パリパリな。美味しいですね。絶対。なんか味が深まった。確かに。どうやって濃くなってる。ああ美味しい。じゃあ蒸発してるんですね。大丈夫全然本当に食べないで。食べましたよ、食べました、今食べました。ごめんなさい、本当に今食べてきたんですよ。あ結構食べてきたんで。いや、もんじゃ焼き回るよっていう企画を知らせてるのに食べてきたんでっていうこのもうこの話しかないからだって僕、戦力になったら、まあ、皆さんもご存知だから。確かに、はい、そうなんですか。そうですよね、この辺ですよね。そうなんですね。駄菓子屋に行って、もんじゃ焼きここでもんじゃ焼きを食う。金額的にはどんなものだったんですか。ちょっと覚えてないですけど、でもやっぱ子供にしたら高かったですね。駄菓子が10円、20円の世界で、もんじゃが3、4件。あー、まあ、そうなんですよ。超高級。そう、だからたまに友達で3人とか2人ぐらいで結構な。でも、酒は飲めないから酒飲めないなんか、もんじゃだけ食べるわけですよ。でも、駄菓子屋の中にもんじゃ焼きの鉄板が1個だけあって小上がりになってるんですよ。すごい。だから、優越感って他の友達とかあいつらもんじゃ食ってるよ。そうちょっと優越感。あ僕が子供の時は、エビセンとかも食べる。あれの上にもんじゃをつけて食べたりとか、もんじゃの具にベビースターを食べたりとか。本当に食べたことあるな、多分。駄菓子なんですよね、きっと。これ名物なんですか。あ、そうです、うちの売りです。これもんじゃなんですか。あ、そうですね、もんじゃです。これにしましょうか。これもんじゃです。はい、ニンニクカレーもんじゃとかある。そうそうそう、すごいな、ここ気になりますよね。はい、ってなると同じもん頼んだ。いや本当だったらそうなんですよ。もうブレてるんですよこの時点で。もう名物飲んでるし。酒飲んでるからしょうがないですよ。酒飲んでる時代向き合ってないんですよ。言ってることとやってることがめちゃくちゃなんですよ。僕なんてものは。向き合う回なんです。今日向き合います。だからトントロとかいいな。トントロとか鉄板焼きで食いたくないですか。全然向き合う。もんちゃんと鉄板焼きに向き合うとね。ああなるほど。なるほど。今のだいぶブレ。何でもありですよね。月島と向き合う。月島に向き合う。月島と向き合う。わあ。いい全然大丈夫です。ちょっとこれすごい。ちょっと何ちゃうんですか。いたんですか。あ、焼いてないです。失敗しました。あ、そうなんですか。じゃあ金ってお願いします。はい。金ってどういう字書くんですか。未遂に未遂、あの三髄の一本ない版のやつに、はい、あのなんかおかむりの横をなくしたみたいなやつに、あの回数の回書いて、あの示すっていう字書いて銀に、おお、魂ってことですか。あ、そうです、そうです。ああ、はい、もうちょっと上手い説明できたら。そうなんですよ、もう酔っ払ってか分かんないです。分かんない、分かんない。どうすればよかったんですか。正解が、あの、凛としての凛、凛のあれですね。確かに、それ使いますよ、私も今度から。いや、俺もそれ思ったけど。そう、あ、結構キャベツ多いんですね。さっきよりだいぶ多いです。あ、本当ですか。2軒目なんですか。2軒、今日10軒行くんですよ。10軒、だから男5人でこの1品しか頼まない。確かにそれまでいけそうですね、10軒くらい。で、1軒目どこ行ったんですか。もう覚えてないですよ。覚えてない。本当覚えてない。本当に覚えてない。何ですよ、同じ店入っちゃうみたいなことありません。あー、いや、待ってますね。5軒目くらいでもう1回戻ってきてください。そこで変えないとね。
いやいいね。やっぱこんぐらい広げるんだな。あ、おっぴろげですね。おっぴろげ。広がるところですね。そう、大きくしたら大きくしただけ漏れなくなるんで。あコツみたいな感じで。そう、横漏れしないんですか。これでとろみをつけるんですか、やっぱ中。あ、そうです、そうです。で一気に火も通るんで、大きいとすぐ焼けるし、うわ漏れないし。やってもらった方がいいですね。やってもらいましょうよ。う、毎回1軒目ってことにしますよ、じゃあ。そうしますか、はい、そうそうそう、初めてだから分かんないせいで、はい。じゃあお待たせしました。あ、だるまかけてもいいですか。ありがとうございます。あ、もう全部かけて大丈夫です。パンダかけてもいいですか。あ、パンダ美味しいですよ、やっぱ味の素なんですよ。熱そうやね。具材が違うの？味が違います。これ同じものを言った方がいいですかね。いや、ブレまくりその方がいいかなと思った。あ、ちょっとあの、はい、さっきより多くなってる。本当ですか。ありがとう、嬉しい。はい、写真が明太子。あ、でももんじゃっていうと大体見た明太もんじゃないですか、うん、そう。でもなんか福島名物みたいな、どの店もなってる。もう写真がずっと出てる。そうっすか。じゃあ明太もんじゃ今度が足りないですか。ちょっと一個か。そうっす、そうっすね、そうっすね。抜けましょう、抜けましょう、はい。でも結構昔からそうですよ。あ、そう、僕なんかね、もう30年ぐらい前に始めてきたんですよ、この辺。だからその時からも明太もんじゃっていうのが多分、見栄えするからですか。明太チーズ、もちもんじゃみたいなのがどこ飯行っても人気ナンバーワン。ただ腹にたまりますね、もちっつ。そうそうそう、もちダメです。もちはちょっときついですね。もちってあんま好きじゃないですか。明太子もあの焼く前は映えますけど、焼いたら多分同じ色になってますよ。味濃くなるんですよ。ちょっと待って、ヘラ汚れてないんですか。一口のヘラですよ。さっきより粗くこっちは切ってるな。あ、キャベツが多いんですか、わかんないけど。キャベツが粉がたまってなってましたね。ここはちょっと多い感じなんですよ、ね、ちょっと未だに僕違いがまだ分かってない。2軒目ですから。しかも違うの頼んでるの、わかんない、わかんないですよ。見えてこないですよ、まだ。そう、パンダかけてみてください、パンダ。パンダが深いですね。逆に困る。パンダ置いてる店、本当に食べたいって。こんなに堂々と置くんですね。びっくりした、俺。昔はありましたもんね。今ない。こんなパンダ。うわ。味濃くなりますね。あ、分かりやすい、まさか。ラーメンとかラーメンですよ。でも出汁取ってる日本料理屋さんだったらちょっと邪魔なんですよ。強すぎるんですよ。そうですね。もんじゃなんてもともとこれ入ってます。まあ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 、これはもう入ってます、ね、全然。てかお好み焼きたらこういうものは別にいいと思いますよ。なんかめっちゃ向き合えてる感じがします。ああ。向き合ってます。並んでたもんね。あ、か行くなら予約したら予約ですね。あ、そうそう、あ、書いちゃって、書いときますか。遅めの時間とかはグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。じゃあグーじゃんけんぽい。よし、やっぱ言うとなるっすね。牡蠣とホタテとアサリが入ってて、あ、もういいの、あー、もう酒蒸ししてるんですよ。これ最高でしょ。これお酒に合うんで、ね、頼む感じがなんか酒飲みは、うん、出汁がすごく変わったりしません。胡椒とかニンニク、まあニンニクとかいろいろ、いろいろ強いの入ってるよ。生姜も入ってます。生姜も入ってますね。多分香りがすごい、生姜の香りします。しますでもこんなに分析する料理じゃないですよ。これはじゃん、じゃあそう、みんな、あ、まあそうそう、そうそうなんですよ。こっちになったら急に分析しますてか、もんじゃって名前、なんでもんじゃってついたんですかね。そもそもが、もうそこが知りたいです。もんじゃって何ですか。誰がググりますか。そうそう、誰がググれた。ググった方が最初はグー、じゃんけんぽい。言い出しったら言うそうだ。言ったら言い出しってこうなんだ。綺麗に、綺麗に気持ちよかった今。あ、でも
江戸末期から明治にかけては物資が不足していた時代、はい、紙や習字の道具をなかなか手に入れることができなかった子供たちに小麦粉を水に溶いた生地で鉄板に文字を書いて教えたり遊んだりしてたことから文字焼きと呼ばれて、なるほど、お文字が文字と転じて文字焼き、こういうのめちゃめちゃ向き合ってます、まあ、月島じゃなくて分かったことだけどこういうのがいい、でも5人来たからこそそのそうなの、もう多分僕の子供がこの鉄板に何か地位かけていただきますよ、何か食べ物が食べるのそうです、本社の由来なのに、はい、食に向き合えよ、そうそうそれで言う小麦粉に向き合えよいや、これ誰だ、じゃんけんじゃないですか、これはじゃんけん、これじゃんけんです、はい、行こうでしょ、おお、気持ちいいこれ、じゃんけんぽい、あー行こうでしょ気持ちいい負けだ、そう気持ちいい負けが、モンズ食べに来てるのにモンズ食べるのが罰ゲームおかしいっすよ、美味しいんですよ、美味しいんです、もんじゃまことスペシャル、まあ、これを一個食べて食べても頑張るかどうかだじゃないの、いや、いいと思いますでしょ、その店のやっぱスペシャリティをちゃんと頼んで、あれだ、どうしよう、いますよ、あくびしてるし、今、あくびのごまかし方がまだ4件でしょ、あと6件バックスワイプはもう本当に遠いよあと6件ですから今日6件いきますよ、じゃあベビースターチーズコーンじゃん、そんなジャンキーなのうまそう、女性だけど変わらない、本当にこの薄すげえな、はい、こっちはやってます、ねー、この間 IKKO さんが言われてたなんかネットフリックスの最後のね、はい、それをうちの嫁が見たらめちゃめちゃいいでしょでしょ食べる前にやるって絞れたらいいです全然聞いてないいややめろこれ毎日やってるの、毎日違いじゃない、まあ最低出勤したら一回は焼いてくださいって言われます、今日は6回目ぐらいかな、6回目、今日は何件行くか、10件行きたいんだっけ、すごい、閉まったよね、そう、閉まったよ、閉まるんですか、でも、12時にはどこも閉店しますよ、